に折ります。で、だいたい50センチぐらいですね、腕の長さほどを取ります。そして必ずここ輪っかが外になるようにして肩にかけておきます。はい、でこのままスッと下ろして、ここですね、三角になるように、でこのままピーッと、まず一周回します。そうするとこの先ほどの三角のところに人差し指を引っ掛けて、左手はこちら下ですね、必ず下を持ってください。これで一回グッと締めます。そして二周目を巻いていきます。2周目巻き終わりました。そしたらまたこちらこの三角のところですねに人差し指をかけて、この上この帯の下ですね持って、またグッと締めます。これで2回回しました。そしたら次この上ですね、パタッとこのように半分に折ります。折り紙折るみたいにスーッと綺麗に折ってください。そしたらこの肩にかけているのを出してきて、これでくくります。そうですね。これで一度結んだら、まだ緩いので一旦前にグッと引っ張ります。そしたらこれだけ隙間が空くので、もう一度グッと締めてください。でこれではまた緩みますので、これを縦にグッとひねっていきます。でこちら手の方ですね、こちらは左の肩にもう一度かけておきます。はい、そうしましたら今回は可愛いリボンの帯結びになるんですけれども、こちらですね、このように体のこの半分ぐらいですね、胴の半分ぐらいまず取って、半分にパタッと折ります。そしたらまたこちら半分で、後ろにも半分折って、ここが M になるように必ず綺麗に折ってください。そしたらここの根元ですね、根元をゴムで留めます。こちら1回2回、はい、これで置いておきます。そしたら次こっちですね、こっちをまた胴の半分ぐらいに取ります。同じ、ここと同じぐらいの幅になるようにしておいてください。そしてまた綺麗にパタッと半分、はい、でまたこちら半分、こっちも半分、こちらもまた M になるように整えてください。そしたら初めにくくったゴムですね、まだちょっと余ってますので、これをこう引っ張ってくるっとひねります。ひねってこちらにこのようにかけます。そうするとこのようになってリボンが出来上がりました。はい、これで一つ目のリボンが完成です。もう一つリボンを作ります。こちらのですね、垂れ先の方、次は持ちます。これを半分、このように半分折ります。これも胴の長さ、このリボンと同じぐらいの大きさにしてください。これは簡単です。また半分に折って、半分、半分。またこちら M の形ですね。綺麗にしてください。これもこのちょうど真ん中のところでゴムで留めておきます。こうすると
2つこのようにリボンが出来上がりました。はい、これは置いておきますね。そしたら次このリボンをこれでぐるっと巻いていくんですけれども、こちらですね、この帯リバーシブルになっているので、今日はこちらのグリーンの方を出していきたいと思います。だいたいですね3つ折りぐらいですねになるようにこのように折ってください。はい、こんな感じですね。折れたらこれとこれをぐっと持って、このゴムのところですねを隠すように一周くるっと巻きます。はい、こうしたら上からこれをですねふいっと引っ張ってください。一回したらちょっとこちらですね、左右の羽をこの時少し整えてあげます。これぐらいですかね。はい、でこの余ったこのぐっと引っ張ったこの紐ですけれど、帯ですけれども、内側にくる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 っと巻いて、この帯の一番内側に入れます。でそうするとこれがこの土台になるようにしますね。グッとなりましたね。はい、そしたらもう一度最後に帯をこのように整えてください。こちらちょっとグリーン出てますけれども、出てるのも可愛いと思います。はい、そしたらこれをですね後ろに回していきます。その時着物というのはいつもこちらにこういう風に左が上になってますので、このまま同じ方向にぐるっと時計回りに回していきます。その時この上を持ちます。でこちらの左手で横を持ってゆっくり斜め上に回すような感じですね。真ん中になったかな。はい、では完成です。はい、こんなような感じになりました。いかがでしたでしょうか。かわいい飾り結びを今日は紹介させていただきました。皆さんもお出かけの際に、ぜひ試してみてください。ご覧いただいてありがとうございました。また見てください。